こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて今晩もね、頑張って甲冑制作の方していきたいなと思う次第でございます。今晩も前回の続きでございます。前回紙をねたくさん貼り合わせたところに、和紙を貼ってこうやってね、この重なってるところをこう綺麗に隠しますよっていう話をしたと思うんですよ。で今回は以前ね少しお見せしたと思うんですけど、以前は子供用の兜のしころの部分での髪の盛り上げをやりましたが、今回はね子供用の鎧の方で、髪でね髪紐を使って装飾の方して入れていきたいなと思う次第でございます。で前回やってた、まず鎧の方がこんな形で仕上がっております。はい、こちらですね。前回この部分を貼って綺麗にねちょっとこう断面のとこ完全に消すことができました。で表面なんですが、今回は3箇所に、紙紐の方を入れていきたいと思います。まずこの脇リタのところが1箇所で、ここですね。でもう一回反対側にも入れて、ここからぐるーっと一周入れるような感じで入れていきたいなと思います。まあといってもここからここまででまず1箇所入れて、次ここからまたね反対側までで1箇所、全部で3箇所紙を入れるという感じでございます。はい、ということでね、ぐだぐだ喋ってても仕方がありませんので、どんどん作業の方行ってみたいなと思います。では頑張って作業の方行きましょう。はい、ではね作業の方行きたいなと思います。今回も前回同様に何ミリだ2ミリってやつですね。2ミリの太い方の紙紐を使って、盛り上げていきたいなと思います。きつめに入れたいときはやっぱり太い紐を入れた方が、安定しますね。でちょっとだけ、ね、入れたいなっていうときは細い方を入れて、若干使い分けはしてるんですが、今回は太い方でいきたいなと思います。まずねボンドの方からやっていきましょう。はい、ではね早速ボンドの方から塗っていきたいなと思います。まあ、つってもいつも通りボンドを端から塗っていくだけの作業です。もし使う場合は結構ねしっかりねじってあるタイプのやつがいいです。100均は意外とねじりが甘かったりするので、個人的にはあんまり使わないですね。100均の紙紐はどっちかっていうと梱包材でよく使ってますが、鎧作るときはどっちかっていうとあんま使わないです。本当に普通に文房具屋さんとかね、ちょこちょこ名前出てきますけど、パッケージプラザっていう、ね、店が近所にあるんですけど、パッケージプラザさんで扱ってる紙紐が個人的には最高です。紙も買えるし紙紐も買えるしみたいな。これで真ん中の部分ですね。じゃああと1箇所やっちゃいます。こんな感じで完成です。はい、ということでね、こちら
が、今日紙紐をつけて盛り上げた部分でございます。この端っこのとこね、一本筋が入ってこうやって見るとちょっと立体感が出るかなという感じでございます。まあ物によってはね、ここのとこ、この真ん中のとこクッて思いっきり曲がってたりするのもあるんですけど、まあ個人的にね、そこまでのはあんまり好きではないので、これぐらいの盛り上がりを、つけるのが、好きでございます。まあ、完全にこの辺は作ってる人の趣味ですからね。で、同様に反対側も同じようにもうすでに筋を入れてみました。そこそこの時間はかかる感じでございますが、これで両面作業完了でございます。裏も、こちらの方も綺麗に貼って、仕上がっておりますので、あとは穴を開けて、色塗りという感じになっていく感じでございます。お店で切る作業はとりあえずここまでかな。あとは色塗って糸をほどしてというとこですので、まあ、改めてどんな感じに完成したかっていうのをね、またお見せできればと思う次第でございます。